シノの自分を高めるブックセラピー。シノの自分を高めるブックセラピーの時間です。毎週水曜日この時間帯を担当するシノです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組では私の好きな本や日々の生活の中から心に響いたメッセージや体験談、感動したこと、おすすめしたいものなどについてお伝えしたいと思います。この番組を通して私自身も含め聞いている皆さん一人一人が自分自身を高め、自分らしく輝いていけるように応援できたらいいなって思います。どうぞ本日も最後までお付き合いください。では早速、最近私が感銘を受けた本の中からメッセージを紹介したいと思います。先週、先々週から、先週そして今週も引き続き、アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉という本の中からメッセージを紹介したいと思います。相手の権利に土足で踏み込んではならない。権利を尊重し、自分で決めさせるようにすれば、人は自分を信じ、他人を信じるようになるだろう。親と子、上司と部下、先輩と後輩、たとえ上下関係があったとしても、それをもとに相手の権利に土足で踏み込めば、必ず対立が起きます。親が子供に命令して部屋を片付けさせようとすれば、子供は親の言いなりになるまいと育児になって片付けを拒否します。その時起きているのは、どちらがより力を持っているかを示し合う 親子間の権力闘争です。それと同じことが上司と部下、先輩と後輩の間でも起きていることでしょう。強制すると対立と権力闘争が起きます。そうではなく、相手に自分で決めさせ、相手の権利を認めると対立が消え、相手は冷静に判断できるようになります。そして冷静に考えて片付けが必要であれば、自分の意思で片付けるようになるでしょう。このように強制と対立を繰り返していると、相手の共同体感覚は育ちません。叱られ強制されることで劣等感が強まり、自己信頼がなくなります。そして強制してくる相手を敵だと思い、他者信頼がなくなります。その結果、社会での居場所もなくなるのです。一方で、親や上司が子供や部下に自分で決めさせて、相手の権利を尊重するようにすれば、子供や部下は徐々に自己信頼と他者信頼を形成していくでしょう。その結果、家庭や組織や社会に居場所を見つけるようになっていく。共同体感覚を学び始めるでしょう。共同体感覚を養う第一歩は、強制をやめること。人から尊重される体験を増やすことなのです。このメッセージを聞いて、私はですね、本当にそうだなって思いましたね。例えば本当に先ほどメッセージの中にあったように、部屋を片付けなさい、まあ私の場合よく食器洗いなさいって怒られてたんですけど、食器洗いなさいって言われたら、なんかさ、心の中では後で自分でやろうって決めてたのに、先になんか、ね、命令されたら、シュンとなって、なんか、自分からやろうと思ったのに、もう、なんで言うのもやりたくないってね、そういう気持ちに、本当になってたなって思ってたので、ああ、この言葉本当に、ね、正しいかなって思いますね。ですので、
相手を信じ、自分で決めさせるようにしてあげる方がいいかなって思います。では続いていきます。よくできたねと褒めるのではない、ありがとう、助かったよと感謝を伝えるのだ。感謝される喜びを体験すれば、自ら進んで貢献を繰り返すだろう。親や教師が子どもの共同体感覚を高めるためには、自己信頼と他者信頼の体験を積ませることから始めなくてはなりません。具体的には子どもに協力を求め、それに対して感謝の言葉を伝えるのです。感謝されれば誰でも嬉しいものです。そして自分が行った貢献に対して感謝が返ってきたときに、初めて人は自己効力感が満たされ、自己信頼を感じます。同時に相手に対しても信頼感を持つ、すなわち他者信頼も芽生えるのです。感謝するのと褒めるのは違います。例えば子供が片付けのお手伝いをしたときに、ありがとう、とっても助かるよというのと、えらいね、よくできたねというのでは、受け取る際の印象が違うことがお分かりでしょう。感謝は横から目線、褒めるは上から目線です。現に新入社員が社長に対して、よくできたねと褒めることはしないでしょう。それをされたら社長はムッとするはずです。なぜならば、褒めるは上から目線であり、なおかつ相手に対して期待していないことが前提だからです。上から目線で褒められるよりも、横から目線で感謝されることが自己信頼と他者信頼にははるかに有効です。貢献と感謝の体験を増やすことが、共同体感覚を養う上で最も大切なことなのです。これね、本当に私納得しましたね。よくできたねって褒める、褒められるよりも、ありがとう、助かったよって言われた方が、なんか私の存在意義も感じて、次もなんかこの人のためにまたやって、やりたいなってね、あげたいなっていう気持ちに、なったなって思いました。改めてこのメッセージを読んだときに、本当だな、なんか多くの人そういうね、やりがちなんじゃないかなと思ったので、このメッセージをお伝えしたいと思いました。なので今日からよくできたねって褒めるよりも、ありがとう、助かったよって横から目線で伝えてみてはいかがでしょうか。では次です。苦しみから抜け出す方法はたった一つ。他の人を喜ばせることだ。自分に何ができるかを考え、それを実行すればよい。神経症、不眠症で悩む患者が問いました。どうすればこの苦しみから抜け出すことができるでしょうか。アドラーは答えました。他の人を喜ばせることです。自分に何ができるだろうか、どうすれば他の人に喜んでもらえるだろうかと考え、それを行動に移すことです。そうすれば悲しい思いや不眠はなくなり、すべてが解決するでしょう。解説者の私はこれを実践するために手帳を活用しています。毎日手帳を眺めながら、周囲の人に喜んでもらうためにできることをリストアップし、それを一つずつ実践するように心がけているのです。手帳には周囲の人の分類が書かれています。家族、友人、同僚、顧客、そして毎朝思いついた相手を喜ばせる方法をリストアップしていき、できる範囲からそれを実行しているのです。相手を喜ばせ、感謝の言葉をもらうほど幸福感を感じることはありません。そうすれば、社会の中に居場所を見つけることができ、共同体感覚は高まっていくでしょう。また、小さな徳を積むことも有効です。例えば、道に落ちている空き缶を拾って捨てる、
お年寄りに座席を譲る。エレベーターで他の人に席を譲る。あ、ごめんなさい。先を譲る。楽しい会話の席で自分ばかりが喋らずに、周囲の話に相槌を打つ役割に回る、など。自分よりも相手を大切にすると、共同体感覚は高まります。そして幸福へとまた一歩近づくのです。これもね、私も、何かに悩んでる時、はっと気づかされたメッセージなんですけれども、何かに悩んでる時って自分中心によく悩みがちなので、この言葉に私も救われましたね。まあ、自分自身で悩んでいる時はほとんど自分の内に閉じこもりがちなので、そういう心に余裕のない時こそ、まあ、相手のことをふと考える。で、相手のためにできることを考えて行動するといつの間にか自分の悩みもモヤモヤも解消されているんじゃないかなって思いますね。ですので苦しみから抜け出す方法として、もし悩んでいる方がいらっしゃいましたら、ふと自分のことはちょっと横に、ね、置いておいて、他の人を喜ばせることを考えてみてはいかがでしょうか。続いていきます。自分は役立っていると実感するのに、相手から感謝されることや褒められることは不要である。貢献感は自己満足でいいのだ。共同体感覚を高めるためには、貢献感を感じ、自己信頼を高めることが不可欠です。しかし、だからといって感謝されることや褒められる必要はありません。たとえ全員から無視されたとしても、貢献感を感じることは可能なのです。それは一種の自己満足です。自分は正しいことをした。誰からも認められないが、誰かの役に立つことができた。そのように自分一人で感じることが最も正しい貢献感の感じ方なのです。相手からの感謝や評価がないと、貢献感を感じることができないとしたならば、あなたは常に相手に依存していることになります。相手が褒めてくれなかったら、相手に怒りを感じるでしょう。そして感謝を求めてしまうでしょう。それは、本物の貢献感ではありません。本物の貢献感は相手に依存しない、自己満足でいいのです。この言葉もね、なんか、なんていうのかな、アドラー先生から、こう、心が癒されるようなメッセージのように聞こえましたね。あ、誰かのために、感謝されるために、やろうではなくて、まあ、自分がやりたいことを、まあ、自己満足でやっているのが結果として誰かの役に立っている、まあ、そういうことがいいのではないかなっていうね、メッセージのような気がします。ですので必ずしも誰かから感謝されることや褒められることを、まあ、要求するのではなく、自分の自己満足のために何かやりたいことを、まあ、堂々と積極的に、行ってみてはいいのではないかなって思います。では、続いていきます。人は貢献感を感じ、自分に価値があると思える時にだけ、勇気を持つことができる。人は自分が誰かに貢献できていると思える時にだけ、勇気が持てるのです。そう考えると、私たちが周囲の人を勇気づけるために何をすればいいのかが分かってきます。周囲の人の行動に対して、ありがとう、あなたがいてくれて助かった。そう伝えることこそが周囲の人に対する勇気づけになるのです。まあ、この番組を聞いてね、しのちゃんの番組、本当にやってくれてありがとうって感謝される機会が増えたので、
ものすごく私にとっては勇気づけになってますね。この番組初めて今日お聞きの皆さんももし何かメッセージがありましたら勇気づけになりますので、お互いにこの番組を一緒に作っていけたら嬉しいですね。ですので皆さん勇気を持って見てください。ありがとうございます。続いていきます。失敗や未熟さを指摘してはいけない。できないからといって取り上げてもいけない。相手の勇気を奪ってしまうからだ。自ら困難を克服する機会を奪ってしまうのだ。相手の失敗や未熟さに対して違う違うと間違いを指摘したり、私がやるからもういいよと取り上げることは勇気くじきの代表的な方法です。実際に相手のやっていることが未熟で間違っていたとしても、それを指摘した瞬間にそれは勇気くじきになってしまいます。指摘により相手は自らの無能さと劣等性を思い知らされるからです。そして問題を指摘した本人は知らず知らずのうちに自分が優れた存在であることを相手に見せつけ優越感を感じます。その結果、相手は勇気、すなわち困難を克服する活力を失ってしまうのです。相手ができないのは現段階ではまだ能力が不足しているからです。しかし能力不足と相手の価値とは何の関係もありません。できないからといってあたかも相手が自らの価値を否定されたと感じるような言葉を使うことは避けなければなりません。また能力不足もあくまでも現段階のものであり、将来できるようになる可能性は十分にあります。しかし相手の勇気をくじくことは、相手がその可能性にチャレンジしようとする活力に冷や水を浴びせることに等しいのです。私たちはついつい意識しないままに勇気くじきをしてしまいがちです。しかし、勇気づける前に、まず勇気くじきをなくすことが重要です。それが勇気づけになるのです。このメッセージもね、私も結構やりがちだなって思ったので、ちょっと自分が反省するきっかけになりましたね。相手の、ね、これからは、相手の失敗とか未熟さを指摘せずに、優しく見守って、できると相手ができると信じてあげて見守る、そういう姿勢で取り組んでいきたいなって思いますね。はい、皆さん今日はいかがでしたでしょうか。続きはまた来週。この本ね、結構私の中で、人生においての、教訓のメッセージがたくさんあるので、自分を高めるための一冊として、常に持っておきたいなって思う本ですね。ですのでまだまだ伝えたいメッセージがありますので、また、翌週もお伝えしていきたいと思います。ではここで、私の好きな、ポジティブになれる、曲を紹介したいと思います。今回は、中国の音楽ですね。中国語の音楽をかけたいと思います。タンチーケで新たなときめきです。どうぞ。いやー、この音楽いいな自分で選びましたけれども、この音楽はですね、私が台湾で、過ごしていた時に知った歌手なんですけれども、ですね、この方のちょっとした情報ですね。香港でも台湾でも、いつでも結構ヒットランキングの上位に上がる彼女なんですけれども、タン・チーケイさん、1991年生まれ、香港出身の
若手女性シンガーです。で彼女の魅力は歌唱力がですね、実際私コンサートに行ったことがあるんですけど、 CD とほとんど同じ、CD と全く同じ実力派のシンガーで、しかも音楽自分自身で作詞作曲も手掛けて、いろんなピアノ、それから、ギターかな、エレキギターとかドラムとか、彼女自身が結構楽器も弾けて、で、音楽は声楽か何かを勉強されてた方で、本当に、音楽をこよなく愛する、若手シンガーですね。なのですごい彼女の魅力にハマってしまって、でちょうど私の番組で、英語の曲だけでもなく、結構自分の好きな世界中のユニークなアーティスト、あるいは紹介したい方たちを、方たちの曲を皆さんにお届けしたいなって思いました。で今日の内容は新しいときめき、いろいろあるけれど、どんなことも過ぎ去ってまた新たな人生が始まる、そして、気持ちも新たに新しいときめきがまた生まれて、そこから歩き出せるっていうような内容になってます。ぜひ聞いてみてください。 YouTube でも検索できますので、見てみてください。聞いてみてください。それから私のちょっとまた告知なんですけど、先週5月13日に行う予定だった本で未来を創造する会っていうのが、先週の土曜日ちょうど悪天候になって、大雨、それから、雷、竜巻注意報が発令されてたので中止になりました。そして改めて、5月21日の日曜日、今週ですね、日曜日の2時から、行う予定です。でどういったことをするかっていうと、今日みたいな私の好きな、自己啓発本を、手放したい自己啓発本を、1冊から2冊持参していただいて、一緒に、夢を語ったり、それから本の紹介、そして本の、物々交換をする交流会となっております。で興味のある方は私のブログに、チェックしてみてください。私のブログは、ごめんなさい、今からちょっと書きますね。はい、私のブログは、ワクワク生きるただそれだけというタイトルで、ブログを開くと黄色い、いろんな外国の方かな、の方の人たちがいっぱい写ってるようなアニメーションのイラストが、見られるので、そこでまた5月21日の本で未来を創造する会宣伝してますので、よかったら見てみてください。はい、皆さん、そろそろエンディングの、時間になってまいりました。しのの自分を高めるブックセラピーですが、お聞きの皆様いかがでしたでしょうか。エンディングでは私の感動したこととか、おすすめしたいことなどを紹介しています。今週、先週とですね、感動したことなんですが、最近映画を見まして、美女と野獣ですね、おすすめしたいものは。美女と野獣は、本当に映画館で見に行ってください。DVD よりも迫力が違うと思います。びっくりしたのが、お隣にね、カップルがいたんですけど、男性まで泣いてました。それくらい、女性も男性も感動して涙するくらいの素晴らしいストーリーになってますので、実写版ぜひ見に行ってください。それからもう一つ、シングっていうね、昨日、
シングっていう映画も昨日見たんですけれども、こちらも勇気と、希望を与える、そして、夢を諦めないことの、素晴らしさを物語っている、番組ではない、あの映画ですねとなってましたので、すごく感動したのでぜひ見てみてください。はい、ということですね。で、今週私の、イベント本で未来を創造する会が、今週の21日日曜日2時から、那覇市内のカフェで行いますので、私のブログ、ワクワク生きるただそれだけというタイトルを、検索してみて、詳細を確認してみてください。皆さんのご参加お待ちしております。今日のラジオを聞いて、何か新たに、ね、チャレンジしたいこと、それから感動したこと、私へのメッセージなどありましたら、また、来週いただけたら嬉しいです。来週もまた同じ時間にお会いしましょう。お相手は私、しのでした。それではまた会いましょう。さようなら。あ、マウスが。あちさちです。ツイキャス。はい。見えます？ツイキャス。あ、一回追加す、あ、コメント、ちょっと待って、あ、まだ大丈夫よね、はい、まだ大丈夫ね、はい、追加すでメッセージをくださったカッチンさん、ありがとうございます。あ、こんにちは、初見です。そしてありがとう、助かったよ、仕事でよく使ってる言葉すごい素敵ですね、カッチンさんね。ラグビーで言う All for one, one for all、 これもいい言葉だね。いや、素敵な言葉、ありがとうございます。そして初めて見てくださって初コメントありがとうございます。そして見てますよって、私のブログかな、ブログを見てるのかな、ぜひ本当にありがとうございます。また来週もぜひ聞いてくださいね、もしお時間がよろしければ、はい、はい。じゃあ皆さん、今週もありがとうございました。私はこれから夢リスト、あ、夢リストじゃなくて、夢ノートシェア会っていうのがありまして、そこにこれから参加しに行ってまいりたいと思います。続きはまた来週。失礼します。